皆さんこんにちは、マダリクルビーチです。では今回はハーツオブアイアン4カイザーライヒを使って日本軍プレイやっていきたいと思います。まあ、カイザーライヒというのは第一次大戦でドイツが勝利したという、まあ、仮想のシナリオになっています。今回はその中でも日本軍を使ってプレイしているんですけども、まあ、日本ですね、思ったより海軍の戦力が充実しているなというのが前回プレイした感想ですね。まあ、中規模、小規模ではあるものの、この時点で合計空母6隻保有しています。さらに空母今1隻建造中ですね。なので、まあ、この潤沢な海軍の戦力をうまく使ってですね、国際的な、力、影響力強めていきたいと思っています。で、今回の主な作戦ですね、少しずつ見えてきたのでご紹介していきたいと思います。まずは国家方針なんですけども、基本的には発行一部、まずこれをうまく採用できるところまで持ってきたら、一気にですね1号作戦まで下にツリーを進化させていきたいと思います。これで新政府に対して宣戦布告ができるようになります。ちょっとね、字が小さいので、見づらいと思うんですけど、まあ、真に進行が可能というのはね、大きいですよね。真というのはここです。ぐるーっと。それなりの大きさを持ってますよね。首都北京を含めて、それなりの大きさ、規模を持っている、この新政府に対して、侵略戦争を仕掛けることができます。で、国際緊張度次第なんですけども、この両校、ここもですね、結構美味しいところで、何が美味しいかというとですね、ここ両国はですね、珍しくどこからも独立保障を受けていない国なんですよね。なので、まあ、侵略は比較的しやすい国。もう一つ美味しいのが、ここビルマなんですね。このビルマも珍しくどこからも独立保障も受けていなければ植民地化もされていないというのがありますので、まずは新政府、ここに対して宣戦布告ができるように、国家方針の釣りを進めて、その後は両校、そしてビルマという形で侵略戦争を仕掛けていきたいと思っています。ビルマはですね、もう一つ重要なポイントとして、ゴムが取れるんですよね。結構大きいですよね、このゴムね。このあたりも狙っていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。話は少し変わるんですけども、このハーツオブアイアンを以前プレイしていた一年戦争元、ガンダムの一年戦争元、これもね、作ってくれた元の制作者の方が着々とさらにアップデートしていただいているようなので、またね、どっかでやりたいなぁとは思ってるんですよね。それも、また楽しみにお待ちいただければなぁと思います。軍の方ですが、少し組織の中に変更を加えました。参謀総長に梅津さんと用しています。梅津さんは火力支援論者ということで、これも少し画面左下見づらいんですけども、砲兵の攻撃力、防御力、それぞれプラス 10% のボーナス入っていきますので、これもうまく使っていきたいと思います。はい。政治ポイント少し溜まってきましたので、ここで、工業会社、いくつか選定をしていきたいと思います。川崎重工業。これ軍需工場、民需工場。プラス 10% のボーナス入ってきますね。続いて、三井。ここは産業の研究速度プラス 10%。この研究速度って地味に大きいんですよね。あとは合成石油が、まだ石油の研究進んでないので、このあたりはちょっともったいないかな。住友。ここは電子工業の研究速度がプラス 10% です。富士電機はレーダー。このあたりもちょっとまだまだかなというところがあるので、今回川崎重工業を選択しましょう。これで、今建設を行っているものに対してボーナスが効いてきますね。続いて、研究ですね。新しいところ、ステップ進めますのでご紹介します。まず工業系ですが、一番上、集中工業。これ選択してあります。まあ、これによって、工場の立地、範囲を広げることができるので、まあ、そもそもの工場の数ですね、今後増やしていきやすいという内容です。生産出力なんかも、アップデートが入ってきます。続いて、煙幕ですね。これは退却するときに、退却速度がプラス 20% のボーナス入っていきます。そして無線です。
これ増援確率プラス 5% 入ってきます。はい、有名な515事件が起きています。犬飼さんが殺されたという、まあ本当に日本史上の中でも首相が暗殺されるというのは、まあ数は多くない中でも有名な事件ですよね。はい、515事件に続いて安全保障法論争というイベントが起きています。帝国議会での議論はここ数ヶ月着実に高まり、今では恐ろしいレベルに達している。とはいえですね、まあ、この安全保障法論争に関しては、まあ、今のね、憲法改正に、まあ、一部通ずるところもある、まあ、安全保障の問題だと思うんですけども、まあ、議論が活発で過激な発言、過激な意見なんかもあったりして、まあ、各議員命の危険を感じているというようなことが書かれています。515事件を二度と起こしてはならないということですね。選択肢はありません。政治力プラス25獲得です。まあね、その、安全保障の問題、あるいは憲法改正の問題、まあね、いろいろ皆さんご意見あると思うんで、まあそれぞれのご意見、通していただくのがいいのかなとは思うんですけどね。まあ僕個人としてはですね、まあ、憲法に関しては時代とともにやっぱり少しずつ、あるいは、時にはですね、まあ大胆に変えていく必要があるのかなというふうに思ってるんですね。まあ近隣諸国で言えば、まあ言ってもやっぱり韓国も経済力つけてきてますし、中国なんかはね、もう日本を抜いてアメリカに迫ろう。一説にはもうアメリカを超えるんじゃないかとも言われている、まあ国力を誇っている。まあそういう国がすぐ隣、海を越えて、あるわけですからね。まあもうちょっとずつ変えていくっていうのも一つあるでしょうし、あとは、まあ主に東南アジアとか、そのあたりへの影響力っていうものをもう少し、まあ獲得していくための外交なんかの見直しもね、必要になってくるだろうし、まあ日本の技術力も一時ほどの勢いはないとはいえですね、まあそういうものを使った、軍需産業、これの輸出なんかに関しても積極的になってもいいのかなって、まああくまでも僕個人的な意見ですけどね。あったりしますね。さあ、煙幕がちょうど終わりましたので、煙幕の次、せっかくなので海軍関係何か、確認して取れるものがあれば取っていきましょうか。ちなみに煙幕はここなんですね。煙幕の次はパッシブソナーになるので、これで敵潜水艦の探知能力がアップしますという内容になります。まあ、これやっておいてもいいかもしれないですね。であとはずーっと右の方に行くと発展型空母、これ672日、まあほぼ2年ですね。でその他で言うと雷艦、まあこれ魚雷関係が上がるという内容です。まあさらに533mm の三連装魚雷、これの開発というのもありですね。まあただ一旦磁気雷艦をやっておきましょうか。これ185日。まあ、半年ですね。はい。ではまた政治力溜まりましたので、今度は兵器メーカーですね。まあ、政府御用達というような位置づけでしょうか。いくつかあるので確認していきましょう。全部で5つですね。まずが小倉の交渉。これは、対人攻撃力、索敵、突破にそれぞれ10と5の、ボーナス手に入ります。兵器。および装備研究速度プラス 10% です。続いて名古屋の交渉、まあ内容としては同じですが対人の攻撃力10で、こちらは防御が 5% ですね。小倉は突破が 5% でしたが、こちらは防御が 5% です。大阪の砲兵交渉、これは砲撃系関係ですね。いすゞ自動車、ここは兵員輸送車はじめ主に装甲車両等々になっているようです。そして最後がトヨタですね。トヨタもイスズと似たり寄ったりの内容になっているようです。今回は小倉にしましょう。この後の戦争、新政府に対しての宣戦布告を見据えた兵器生産、あるいは兵器の研究、これをね、見据えた採用にします。で続いてシャム、まあ、つまりタイですね。クーデターが起きているという話です。まあ、タイもしばらく行ってないんで行きたいんですけどね。まあこういうね、コロナという中ではもちろんいけないんですけど、以前はね、毎月1年に1回、一番多い時は年に13回
タイ、バンコク遊びに行ってましたからね。もうそれが遠い昔のようで、ちょっと残念ですけど。はい。維新派と中央派ですね。これ単純に安定度の基本値がマイナス 2% ですね。維新派は反資本主義。一方、中心派というのは、彼らに対峙する勢力ということになってますね。まあ、対立が起きているというところです。はい。二つほどイベント起きてます。まず一つ目。フランドルが帝国協定に加盟。帝国協定というのはドイツ帝国のことですね。まあ、ドイツ陣営に加わったということだと思います。協定、見ておくとこんな感じですね。ドイツ協定。まあ、ここにありますね。続いてポーランドが新国王が即位したというニュースです。で、この間に、日本軍の方なんですけども、まずはですね、戦車の師団、これの内容を少し変えました。少しずつ貯めてきた陸軍の経験値を使って、正面戦闘幅20になるように師団の編成を行っています。まあ、戦車並べて、さらに砲兵も並べてという形でね、これはかなりの精鋭部隊になるんじゃないかなと期待をしています。続いて、オランダも帝国協定に参加ということですね。まあ、さらにドイツが力を増している様が、これでわかりますよね。確かに、オランダも含めて帝国協定が増えてますね。一方、パリやイギリスなんかは第三インターナショナルに属しています。日本も一応大東亜共栄圏ですね。アメリカなんかは今のところ単独主義になっています。一つ大きなニュース入ってきてます。ドイツがインドシナ連合に宣戦を布告ということになってますね。まあ、今でいうベトナムに相当するところですけども、ここにドイツが駐屯、領有、植民地化しているところに対して、サイゴンを目指して宣戦布告というところですね。まあ、ちょっと乗り遅れてる感、やっぱり出てきてるので、僕も日本もしっかり戦争を見据えた動きしていきたいところですよね。はい。ここで一つ、日本軍が影響力を行使できる場面が、出ています。それが条約都市参事会。ここで起きている投票ですね。で、投票権を有するのはドイツ、日本、オーストリア、そしてアメリカの4カ国です。で、その動議の内容なんですが、四川省への急行ということで、まあ、四川省、今、かなり不況にあえでいると。まあ、こういう中で、賛成、棄権、反対。で、棄権をした場合、同数の場合は反対票として数えられるということなので、まあ、ここは一旦賛成に票を投じておきます。これで、日本軍が、票を投じたことによって賛成に決したという内容ですね。もう一つ面白そうなのありました。こちらです。天津における動乱の引き金。字が少し小さいと思うので僕の方で読み上げます。ブラックマンデーによる混乱の最中、中国、ひいては条約都市内の不況にあいでいる都市に住む中国人がひどく打撃を受けた。緊張は降ってに達しており、市な特別本部の我々の工作員に青信号を出すことで、天津での足場を獲得するための特権を得ることができるであろう。ということです。まあ、条約都市というのは、まあ、香港もそうですし、上海や北京、まあ、このあたりが、まあ、条約都市という名のもとに、中国の手から離れて統治されているところになります。ここは、天津における動乱の引き金、スイッチ押しちゃいましょう。だんだんとね、情勢、まあ、戦争に向かいつつある中なんですけども、今度はですね、陸軍の長官決めていきたいと思います。まあ、ご覧の6名いるんですが、まず参謀長に陸軍の長官を当てるという、まあ、二重人事は避けたいので、この中で梅津さんは、やめておきたいと思います。なので、今回は永田さん。これ、決戦ドクトリン持ってるので、師団攻撃プラス 10% なんですね。これを採用していきます。はい。
上海が同意ということで、先ほどご覧いただいた天津への、まあ、対応に関してというところだと思うんですけども、上海が同意したことによって、買収への道、さらに、軍を進駐させることができるという内容ですね。まあ、日本にとって有利な内容だとは思います。天津というのはここ、北京の近くですね。ここです。さて、今後の中国大陸での戦争を有利に進めるために、平壌の近くに航空基地実は作りました。ここに部隊配備しましょう。これがうまく機能してくれればいいなというところですね。これで航空機の体制としては、平壌に、つまり約60機、旅順に約60機という体制になっています。この旅順でしっかりとね、敵の攻撃を。で、平壌の部隊に関しては敵からの防衛を図っていきましょう。続いて国家安全保障法ですね。議論が高まっているというイベントはご覧いただきましたが、これ、強行採決するか、あるいは廃案にするかというところです。どちらにしてもどうだろうな。政治力はマイナス食らいますね。まあ、一旦は、強行採決しましょう。国家安全保障法、強行採決です。ではですね、ちょっとインドシナ連合とドイツの間の戦争膠着状態になっているんですけども、少しインドシナ連合が押されつつあるように見えるので、まあ、ここはインドシナ連合の方に肩入れをしたいと思います。義勇軍を派兵。これによって何がしたいかというと、単純に陸軍の経験値が欲しいですね。一個師団を送ります。続いて狙っていた高等軍閥なんですけども、ここがですね、戦争を始めてしまいましたね。高等軍事政府と戦争を始めています。ここどっちを支援するべきなのか、ちょっと悩ましいところなんですけども、やっぱり高等軍閥には残ってもらっておかないといけないので、高等軍閥側に一度、これもまた、義勇軍派兵しましょう。一師団とはいえ、今回、高等軍閥に派遣した、師団に関してはですね、虎の子の戦車の師団を送りました。これでなんとか、高等軍閥頑張ってもらいたいですね。続いて国家方針ですね。本当は、再三お伝えしている通り、こちらの8項1部をやりたいんですけども、なかなかアメリカ内戦状態に入らないので、これが採用できない中、丸三計画発動しました。これ行うとですね、まず改良型空母戦隊、昇格クラス。これが手に入ります。というのが一つと、あとですね、大型戦隊、河内。これも手に入るということなので、この丸三計画を発動していきます。というところで、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、まあ、次回は、まあ、何が何でもやっぱりこちら、八甲一宇。これを発動してですね、1号作戦で新政府に対して宣戦布告できるところまで、ちょっとでも早く進めていきたいというふうに思っています。皆さんの応援、引き続きよろしくお願いいたします。